はいどうも、なめよりです。はい、今回ですけども、FIFA のね、キャリアモードで、レジェンド選手をね、導入する方法について解説していきたいと思います。で、ちょっと注意点なんですが、今回のね、方法はね、PC 版限定になりますので、そこはちょっとご注意ください。プレフォー版と Xbox と PS5 はできないです。はい。ということをちょっとご理解いただければいいかなと思っております。で、まぁ、今回の方法を使えばね、レジェンド選手がね、キャリアモードでね、まぁ、これはちょっと普通のね、クラシックマッチみたいなのできないですけど、キャリアモードだったら使えます。選手キャリアと監督キャリアですね。そこだったら使えるんで、ぜひね、ちょっとこう、今回の方法をね、知っていただいてね、試していただきたいと思います。はい、ということでまずね、最初やることとしてはフィファモッツさんという方をね、ツイッターで調べます。そしてフィファモッツさんのツイートの中にね、このね、ベビーアイコンズスカットファイルっていうのがあります。これね、これのね、 YouTubeのリンククリックしてください。で、 YouTube 開いたらこの動画の下の方にね、ありますベビーアイコンズスカットファイルダウンロード、これクリックしてください。で、クリックするとね、このホームページにね、フィファモツさんのホームページ飛ぶと思うんで、そうすればね、こうやってね、シャビとね、ジダンとドルグバがいますから、まあ、これも入ってると、まあ、ほとんど入ってるんですけどね、レジェンドは。で、このね、ダウンロード青のボタンありますね、これクリックしてください。そうすると多分メガファイル飛ぶと思うんで、ダウンロードを押します。はい、で、ダウンロードもうすぐ完了するんでね、それで多分ファイルに自分の C ドライブ保存されてると思うんでね、それで保存されるって感じですね。で、このさっきダウンロードしたこのスカットファイルをね、この FIFA21 のこのドキュメントですね、ドキュメントの C ドライブのドキュメントの項目の FIFA21 でセッティングですね、セッティングここに保存してます。で、ここにね、一応保存されてるんで、これをね、まあ、FIFA21 の方で読み込むって感じですね、スカットファイルを PC 版でね。で、今度 PC 版のね、ゲーム画面に戻って、今度カスタマイズですね、カスタマイズのプロフィールですね、プロフィールを押してチーム編成をロードですね、これを押すとベビーアイコンズありますよね、リアルオーバー FIFA、 これですね、このファイル、スカットファイルをロードします。はい、ちょっと僕ロードしちゃうと以前エディットしてたものがね、ちょっと反映されなくなっちゃうんで、また元に戻っちゃうんでしませんけど、これロードすれば普通に入ってるはずです。はい、そして今度チーム編成の方を開いてクラブ移籍ですね、そうするとフリーエージェントのところにフリーエージェントでありますよね、この項目出てくるんですよ、上の方にね、これをクリックするとこの中にね、レジェンドが大量に入っております。これね、まあ多分ほとんど今まで FUT で出てきたね、メンバーがほとんど入ってると思います。で、こっからね、自分のキャリアモードで使いたいチームに移籍させるって感じですね、僕はもう移籍させたんでね。はい、でね、こういう風にね、移籍がね、反映させると、こうやってオーエンとかね、スコールスとか、あとカントラもいます。そしてビリッジメントにね、うん、ほとんどいますよ。はい、で、アーセナルにはアンディも入れております。そしてピレスね、あとベーラもいます。ベーラちょっと似てねえな。はい、で、バルサのね、シャビもいて、エトーもいて、リバウドもいて、クライフ、そしてジーニョで、デコね、プジョルもいるというね。いや、これちょっとね、 PC 版だけなんて本当ね、もったいないですけどもね、プレフォー版と PS5 版にもね、これはちょっと追加してほしいのかなと思いますけど、 FIFA にはちょっとあれですね、ウィレでいうカミレーターとかオプションファイルみたいなのがないんで、まあそれがちょっと難点ですけどね、 PC 版にしかね、スカットファイル、それがカミレーターみたいなやつがないんでね、それがちょっと欠点かなと思いますけど。はい、ということでね、まあ今回ね、 FIFA のね、キャリアモードでね、レジェンド選手をね、導入する方法についてね、解説してきたんですけども、いかがだったでしょうか。まあ今回の方法をね、 PC 版しかもキャリアモードでしか使えないということで、ちょっとね、やれる範囲は狭まりますけども、まあね、全然 PC 版買えばね、 PC 版の方がかなりカスタマイズできますよ。モッドも入れられるし、こういう風にスカットファイルも入れられるんで、まあ、今 PS5 出てますけど、まあ、そこまで PS5 にするメリット俺最近はないと思ってます。そこまで画質がいいだけであって、こういうね、ゲーム内の機能性がね、この拡張できないんで、それが難点かなと思いますけどね、という感じでね、まあ、これ本当胸熱ですよね。ウィーレにもレジェンド入れられるけど、まあ、FIFA にもね、 FIFA の方が多分多いんじゃない、レジェンドは。まあ、ウィーレはね、あれですけどね、 PC 版モッド入れないとね、レジェンド大量に入れられないですから、まあそれはしょうがないのかなと思いますけども、 FIFA の方がまあ顔リアルでね、動きもリアルなんでね、そこは非常にいい面かなと思うのでね、ぜひね、入れて、今回の方法を使ってね、入れていただきたいと思います。今度ね、FIFA の多分、FIFA モッツさんからね、また、リアリズムモッドがね、そろそろ出てくると思うんで、FIFA モッツさんのね、YouTube チャンネルでもね、もう告知出てて、そろそろ出てくると思うんでね、はい、非常に楽しみなんでね、そこのね、導入方法も解説ね、していきたいと思います。このチャンネルではね、てな感じで、今回ここまででご視聴ありがとうございました。また次回お会いいたしましょう。See you!